板谷波山は明治後期から昭和中期にかけて活動した日本の陶芸家。本名は板谷加七。号ははじめ金川、後波山。金川は故郷を流れる五行川の別名、五行川に波山は故郷の名山である筑波山にちなむ。日本の近代陶芸の開拓者であり、陶芸家としては初の文化勲章受賞者である。 理想の陶磁器作りのためには一切の妥協を許さなかった波山の生涯は映画化もされている。日本の陶芸は縄文時代からの長い歴史を持つが職人ではない芸術家としての陶芸家が登場するのは近代になってからであった。波山は世紀の美術教育を受けたアーティストとしての陶芸家としては日本における最も初期の存在である。 陶芸家の社会的地位を高め、日本近代陶芸の発達を促した尖閣者として、高く評価されている。後の板谷破山こと、板谷貸七地は、1872年、茨城県真壁郡の下立城下にて、醤油醸造業と雑貨店を営む旧家、板谷家の主人であり、詳細のみならず文化人としても多彩であった善吉と、その妻、宇田の三男として生まれた。 上京して2年後の1889年9月、18歳の歌七は東京美術学校彫刻科に入学し、岡倉角蔵、高村幸運らの指導を受けた。1894年に東京美術学校を卒業した後、1896年、金沢の石川県工業学校に彫刻科の主任教諭として採用された。同校で陶芸の指導を担当するようになった歌七は、 このことをきっかけとして、ようやく本格的に作刀に打ち込み始め、1898年、もしくは、翌1899年には、最初の号である、金川を名乗り始めた。1903年に、工業学校の職を辞し、家族と共に上京した、彼は、同年11月、東京府北豊島郡滝野川村に極めて粗末な、住家と鎌場小屋を築き、 苦しい生活の中で、作刀の研究に打ち込み始めた。1906年4月、初釜を焼き上げて、好成績を得る。5を金側から修正用いることとなる、破山に改めたのはこの頃であった。波山は1908年の日本、美術協会展における受賞以来、数々の賞を受賞し、1917年の第57回日本美術協会展では、 出品した沈下家門花瓶が同点最高の賞である一等賞金牌を受賞している。その後、1929年には帝国美術院会員、1934年12月3日には提出議原因になっている。第二次世界大戦後の1953年には陶芸家として初めて文化勲章を受賞。 1960年には重要無形文化財保持者。波山の自分は単なる伝統文化の継承者ではなく芸術家であるという自負が自体の理由であったと言われている。1963年1月6日、53年の長きにわたって助手を務めてきた片腕というべき、六路氏、現代一末が満78歳で死去すると、波山は仕事の上でも 精神的打撃を受けたとみられ、春のうちに病を得て、4月2日、順天堂病院に入院する。手術を経て6月に退院するも、10月10日、工房のある田畑にて障害を終えた。波山は1964年東京オリンピックの開幕を楽しみにしていたが、開会式のちょうど1年間前に池を引き取った。去年92万91歳をつ。絶作となった。 椿文社湾は没年の作品であり、彼の技巧が死の直前まで衰えていなかったことを示している。墓所は JR 山手線田端駅近くの大流寺境内にある。波山の作品には、聖寺、白寺、彩り寺などがあるが、いずれも造形や色彩に完璧を期した拡張の高いものである。波山の独自の草案によるものに、歩行猶という猶がある。これは、 器の表面に様々な色の顔料で付けをした後、全体をマットの不透明油で覆うものである。この技法により、従来の色絵実器とは異なった、ソフトで微妙な色調や絵画的、幻想的な表現が可能になった。前日の第57回日本美術協会展出品作、沈下文化瓶もこの技法によるもので、美術学校時代に習得した彫刻技術を活かして、 模様を薄肉彫りで表した後、繊細な筆で絵付けをし、歩行油をかけたものである。波山は、完璧な機形を追求するため、あえて六路紙を使っていた。初釜製作機の1903年から中国に、招聘される1910年まで勤めた佐賀県、有田出身の深見三次郎と、その後任に当たった石川県小松出身の源田、一松がそれで、とりわけ源田は、 波山の晩年に至るまで半世紀以上にわたるパートナーであった。前日の沈下文化瓶は2002年国の重要文化財に指定された。これは同年に指定された宮川香里山の作品とともに明治以降の陶磁器としては初めての国の重要文化財指定物件となった。また、茨城県筑西市にある波山の成果は茨城県指定史跡として板や波山記念館内で、 保存公開されている。板谷波山記念館1958年に妻を亡くして以降の波山は住み込みのお手伝いさん二人と暮らしていた。8時頃に朝食として、ご飯、味噌汁、おしんこ、海苔、納豆を食べ、作闘し、昼食はパンを食べ、夕食は御用儀に来る魚屋から買った魚で刺身、煮魚、焼き魚などを取った。 故郷の下てからの来客があった時には、出前で蕎麦取って乾杯するのが常であった。美味しいものを贈られると、皆に分け、下てにも贈った。性格は穏やかであったが、若い頃は怒りっぽく、自らをりしして穏やかな性格を身につけたという。日常生活は質素であったが、外出時には清掃し、おしゃれにも気を使った。作刀しない時は、読書やテレビ鑑賞。 趣味の日本刀の手入れをしていた。テレビ番組は好きなものしか見ず、特にプロレスを好み、力道山のファンであった。田畑の波山邸の隣には、弥生イ荘という四畳半のアパートがあり、厚み清が5年ほど住んでいた。厚みが住んでいたことは、弥生イ荘の住人にも知られていなかったが、波山はお手伝いを通して、坂を送るなど信仰があった。波山は、 東京田端で長きにわたり、陶芸品の制作活動に打ち込みながら、生まれ故郷の下立にも思いを寄せ続けていた。故郷に帰省した際には、文化財の修復や保存、工芸展や観覧会の開催、小学校の運動会への寄付をしたり、祇園祭りのおやしの伝授を行ったりもしていた。1937年に日中戦争が勃発し、下立の町で戦死者が出始めた。 波山は、各遺族宅へ自ら弔問に訪れ、中遊疑師の文字を刻んだ自作の白字号炉を冷前に備えた。その後戦死者はさらに増え続けていったため、波山は、航路の贈呈について中断し、改めて戦後に自作の白字観音像を送ることとし、1951年4月29日と1956年7月10日の2回に、渡り、 個人の名前と波山の名が記された切り箱に収められた観音座像が計271名の遺族へ送られた。また1933年、実家、伊田を継いだ義兄が82歳となり、自作の鳩杖を植物として送ろうと考えたことをきっかけとして、兄だけでなく、故郷旧地の方々にも同じく植物をと考え、下田手町の80歳以上すべての高齢者に、 自作の鳩杖が贈呈された。こちらも、絹の袋に入れてから切り箱へ収め、さらに、のしつきの包書で包み水引きで結んだものを、自らが一軒一軒を回り、直接本人に手渡している。鳩の部分には、芋のと白地の2種類あるが、最初は私得意の焼き物で鳩を作ろうかと思いましたが、傷でもできるといけぬと、合金の芋のにしました。杖は、 狂いの出るよう南洋産の木を用い、女の方には赤身のところ、男の方には黒身を使いましたと、波山は語っている。以来、自らの住まいと釜が東京大空襲で破壊され、故郷へ疎開していた間も含めて休むことなく、自らが80歳となる1951年まで、死費で毎年続けた。板や破山記念館正面に立つ銅の像像。 板や破山を描いた映画2004年には波山の生涯を題材にした映画破山が公開された。この映画はブルガリア・バルナの国際映画祭でグランプリを受賞している。ありがとうございます。